向こう行って。あ、じゃあ、なんだっけ。はい、こんにちは、こんばんは。こんばんは。なんだっけ、トコビッチ。キムビッチです。キムビッチです。キムビッチ。キムビッチ。キムビッチチャンネル。スタート。始まるよ。始まるよ。始まるよ。こんにちは、こんばんは、キムビッチです。もといトコビッチです。今回のテーマはですね、バックイースタングリップでサーブを打ってみようです。サーブどうやって打ってる？今日の協力はゴリチャンネルのゴリさんです。ご覧ください。俺と一緒だよな。これがね、コンチだと思うよね、普通。はい、コンチじゃねえみたいなんだよ、それが。これどう考えて、俺ゴリから見てもこれコンチに見えるだろう。見えます。これがね、やっぱり人によってコンチだって言ったらイースタンって言われたりするわけ。それをね、サーブは明らかにバックイースタンだから、もうほんとイメージこのぐらいだね。もうこのぐらいで普通に上から持ってね、上から持ってね、ちょっと手離して、上から持って、上から普通に包丁持ちみたいなイメージで、このぐらいのイメージ、バックイースタン。だから これ俺らで言うコンチだと思ってんじゃん。でも一応イースタンらしいんだわ。でイメージはさ、コンチが少しこんなイメージ、でバックイースタンってこのぐらいのイメージ、こういうイメージ。だから俺らがちょっと少しずつやっぱり勘違いしてるのか、思ってるよりやっぱり薄いんだよね、皆さんがさ、上級者の人が言ってるコンチって、まあちょっと多分相当難しいと思うけど、実際まあゴリは本当 2,3 球でいいけど、ちょっとやってみて。で俺は多分、それなりに打てちゃうかもしれない、自信はある。ただ今までのインスタンでしっくりきてるからさ、これでスピン、スライス、フラットも、だから今までのね、ずっとこうでやってるから打てるかって言ったら、打てる、考えは持ってる。だってここのフェース面考えて当てればいいんだから、どうやって持ったって。まあまあまあ、俺言っちゃ悪いけど、ウエスタンで打とうと思っても打てるからさ、手首こうやっちゃうけど、ちょっとやってみましょう、休憩してから。このスイングは、まあ私で言う、コンチ、まあ皆さんが言うイースタングリップの握りのスイングになってます。まあナダルのスイングもまあ差し込んでますが、まあこの後のバックイースタンのサーブがどうなるか。もう失敗してもらっていいんで、逆に失敗してもらいたいぐらいだから、とにかくこれまあ普通に打つ時にちょっと、もう一回普通の持ち方していつもの、それで俺その手首のまま究極何もしないでよ、こんなぐらいでちょっと打ってる。これバックイースタン、たぶんそうなるってほしかったもしくはそういうふうに座ってる。非常にいいデモです。非常にいいデモです。絶対普通そうなる。それで長野はさ、あ、俺のルーティンってさ、こっち2回、こっち1回、ほんで後ろ行って前行って、これが俺のルーティンなんだ。してますね。でもそのナダルさんってさ、まずこの辺ぐらいにタッチして、俺トスこの辺から上げるけど、この辺からもう上げるんだよね。要はで後ろに重心、ここの上に頭があって、そんで寄せるときに下がって寄せて、こういうイメージなんです。まあ、ちょっと似てるかどうかは分からんけど、それも意識して、これも意識してじゃできないかな。で、だからこんなんやってるよね、なんかこんなん。ああ、すみません。それは真似しないけど、よし、バックインスタン。後ろ行って。あ、これが普通だね、まず。この薄くなっちゃうのが。
覚つかむの早いよ、うん、後ろにやって後ろにやってしゃがんでいく。当たりさえ、ちゃんと面の当たり方さえ、記憶してれば、できなくはないと思います。これでやってみますかね。打てなくないっていうことではあると思うんですけど、問題はさ、スピンがかかりすぎる感じしちゃってね。そうですね。もうちょっと厚く当てられるか。でもなんかスピンは跳ねるね。跳ねる感じはします。すごい跳ねるわ。高いので出されてるか、おー、いい差だな。ラスト。後ろに重心かけていて、後ろに重心かけていて、バックインスタン。